下幸之助先生の経営心得帳、経営の心得いろいろ、電話で仕事をする。私は55年にわたって社長なり会長として経営に携わってきましたけれども、私自身はどちらかというと若い頃からあまり体が丈夫ではなく、病気することもしばしばあったりしたため、勢い第一線に立って陣頭指揮をするというより、後方にあって見守るという姿にならざるを得なかったのです。それでたくさんある工場なり営業所へ直接自分が行くこともなかなかできないので、どうしても電話で仕事をすることが多くなります。工場なら工場の責任者に電話をして、最近の状況を聞く、あるいは何か問題がないかを尋ねる。問題点があれば、それについてはこう考えたらどうかといったことを話すというようにしたわけです。もちろん製品を検討するといった場合は電話ではできませんから、責任者の人に足を運んでもらうこともありましたが、まあおおむね電話だけで済ませていました。そういう姿は見方によっては誠に頼りないようですが、結果的にはそれで終始してきて成果が上がったように思われます。世間には非常に頑健で、それこそ工場の隅々まで自分で回って陣頭指揮をする経営者の方も少なくありません。それで大いに業績を上げているところもありますが、必ずしもそうでもなく、社長さんは寸暇もないほど飛び回っていながら、必ずしも経営がうまくいかないという場合もあるようです。結局考えてみますと、私のやり方は案外能率が上がっていたということではないでしょうか。工場まで出向くとなれば、そのための時間もかかります。またせっかく来たのだから立ち話で済ますわけにもいかないということで、自分の時間も工場の責任者の人の時間も必要以上に費やすことにもなりがちです。けれども電話ならだいたい10分もあればこと足りるわけで、往復の時間もいらないし、責任者の人の時間も取らずに済みます。もちろん自分の目で直接見ることによってより大きな成果を得られる場合もありましょうし、社長が来てくれたということで従業員の士気も上がるでしょうから、どちらがいいとは軽々には言いませんが、私のようなやり方もあるということは知っておいてもらってもいいのではないでしょうか。